School of Rock。 さあ、毎月1週目のこの時間は、スクールオブロックのインターナショナルクラスセブンティーンのジョハン先生が登場。はい、今月は今日から9月8日木曜日までの4日間、この時間に毎日授業があります。今夜はジョハン先生が今まで行った海外の話してくれるそうです。セブンティーンロックス。학생여러분안녕하세요매월첫째주이시간은스크로브록인터내셔널클래스입니다세븐틴로크스세븐틴정한입니다세토노미나상곤방와마이츠키이슈메노코노지칸와스크로브록노인터내셔널클래스데스세븐틴로크스세븐틴노정한데스아하세토노미나상겐키데시타까모9月ですね瀬戸の皆さん、秋はどんなファッションが好みですか？先生は、秋には、なんか、ニットカーディガン。ニットカーディガン？ね、カーディガンをちょっと자주입는것같고。カーディガンはよく着るかなって思います。メントメン、フードティー、カーディガン、もういろんな식으로입는것같아요。トレーナー、フードパーカー、そんなのをよく着ます。ね、그럼。それでは。出席を取ります。또한달만에출석불러봐야죠。1ヶ月ぶりに出席取らないとね。いきます。兵庫県ラジオネームナノ。あはー、ナノちゃん。熊本県ラジオネームユンくんのトリコ。ユンくんに푹빠진사람이되네요。ユンくんにハマっちゃってるんですね。埼玉県ラジオネームテイシンチョカラット。반가워요제니슈세키今日の授業内容を黒板に書きます。자黒板に書いた文字はドゥドゥン World School Lock Attention everyone 17 Locks17 今日はワールドの授業です。セブンティーンは今ワールドツアーをしている中です。セブンティーンは今ワールドツアー中です。今日は정한先生が海外に行った時の話をしていこうと思います。어떤얘기를한번해볼까요。우리どんな話をしてみましょうか。일단제가해외에서의인상깊은에피소드한번まずは僕が海外に行った時に印象に残っているエピソードですね。海外でのエピソードは네일본에갔을때에피소드얘기해드릴게요。日本に行った時のエピソードをしようと思います。제가바람개비뮤직비디오촬영하러僕がピンホイールのミュージックビデオの撮影のために札幌に行った時のことが기억に残っています。근데제가삿포로에는겨울에가보고싶었는데그때는봄에갔어요。그래서되게뭔가파릇파릇할때갔는데僕が札幌に冬に行きたかったんですけれども、その時は春だったんですね。그이제멤버들과뮤직비디오찍으려고그조그마한차로몇시간씩이동하면서되게목장도갔었고요。그래서막젖소들막보고오래된건물들공원들여기저기막돌아다니면서촬영했었던게기억에남네요。멤버도みんなでミュージックビデオを撮りに小さい車に乗って何時間も移動しながら行ったんですけれども、牧場行ったりとか乳牛見たりとか古い建物見たりとか公園とかいろいろ回りながら撮影した記憶があります。그래서다시한번삿포로에가고싶은기억이있습니다。そして札幌にもう一回行きたいなというふうに思っています。네두번째해외에서의실패담。海外での失敗談。학생에게조언할수있는것이무엇이있을까요。まあ、生徒さんたちにアドバイスできるのが何かあるかなということなんですけれども。제가보통이제또학생들도그렇고평소에본인이쓰는기초화장품들이있을거아니에요。왜냐면또자기그피부그런또다다르니까누군건성일수도있고누군지성일수도있고한다보니까다다를텐데みんな皮膚が肌がねいろいろ違うので、普段使ったり化粧水がありますよね。제가
한번 로션을 깜빡하고 못 챙겨가가지고 저, 그 나라에서 저한테 맞는 그 이제 화장품을 찾으려고 부단히 노력을 했었던 기억이 있습니다. 제가 한번 화장품을 잊어버려서 못가지고 갔었어요. 그래서 그 나라에서 제 얼굴에 맞는 화장품을 구입하는데 정말 힘들었던 기억이 있습니다. 그러니까 우리 캐럿 학생분들은 해외에 갈 때 짐 쌀 때 내가 빼놓은 게 뭐가 있는지 잘 확인하고 한 번 더 체크하고 갔으면 좋겠습니다. 그래서生徒の皆さんは海外に行くときは何か忘れたものがないかしっかり確認をして行ったらいいなと思います. 아직 가본 적이 없어서 앞으로 가보고 싶은 장소. これから行ってみたい場所. 일단 가보고 싶은 곳은 너무 많은데. 行きたいところはとってもたくさんあります. 일단 일본에서는 가봤긴 했지만. 日本では行ってみたことはあるんですけれども. 冬の札幌に 行ってみたいです. 뭔가 스키 모시때 유키 마츠리 니모 가보고 싶습니다. 行ってみたいと思います. 네, 이렇게 삿포로 갔었던 기억이 있었고요. 그리고 또 하나 이건 진짜 인상 깊었는데. 이렇게 삿포로에 있다 時의 기억이 남아있습니다. 그리고 또 하나 인상 깊은 것이 있었는데. 저희가 미국 투어를 돌 때 이제 잠깐 쉬는 시간이 나서. 그 산타모니카라고 바다에 놀러 갔었어요. 도겸이랑 둘이 놀러 갔는데. 아메리카노 투어에 있다 도끼니 조금 시간이 아이탄데스네. 그래서 산타모니카의 우미에 아서비니 있탄데스요. 도겸우도 이쇼니 둘이데 있탄데스케레도모. 거기에서 이제 바다 구경하면서 먹으려고 핫도그를 사서 나와서 이제 전망대라고 해야 되나? 거기 이렇게 딱 걸쳐서 좀 바다를 보고 있었는데. 海を見ながら食べようと思ってホットドッグを買ったんですけれども、展望台っていうのかな、そこに座って海を見ていたんですけれども。 진짜 저랑 도겸 이랑 얘기 한 30초도 안 했는데. 도쿠도 도겸은 본当に 話を 30秒も しなかったのに. 갈매기가 와서 핫도그를 다 먹고 가더라고요. 카모메가 핫도그를 取っていっちゃったんですよ. 그냥 낚아채서 갔어요. 그랬더니 진짜 도겸이 너무 깜짝 놀라고 그 주변에 있었던 이제 그 미국인 분들이 다 엄청 웃으시면서 되게 재밌어 했지만 저희는 되게 당황스러웠었던 그런 기억이 있습니다. 도겸도 둘이데 비크리시테 근데 마와니이타 아메리카노 사람들이가 すごく 笑っていたんですね. 근데 민나 すごく 楽しんで くれたんですけど, 僕たちは とっても 驚いて 動揺して. 이 기억은 약간 못 잊을 것 같아요. それが 忘れられない 기억として 残っています. Hey, 아까부터 널 봤어. 서로서로 주교시려는 시간です. 벌써 끝나네요. 뭐 왔자이마스네. 네, 오늘은 또 해외, 제가 또 해외 투어를 가서 그런지 해외 얘기를 되게 많이 해봤는데요. 뭐 해외 투어에 있을 세니까 해외의 話를 여러 했는데요. 또 오랜만에 추억들이 새록새록 생각이 나서 또 재밌었고요. 네, 그런 思い出가 여러 요가이ってきて 楽しかったです. 우리 캐럿 여러분들도 시간 되실 때 해외 여행이나 그냥 국내 여행 많이 많이 다니셨으면 좋겠습니다. で、まあ、生徒の皆さんも海外旅行いろいろいっぱい行って体験してみたらいいと思います. 다 나중에 커서 추억이 되니까 우리 여러분들 잘 다니시고요. 後で大人になってすごいいい記憶に残ると思うので行ってきてください. 네, 학생 여러분, 내일도 인터내셔널 클래스에서 만나요. 세토노미나상 아시타모 인터내셔널 클래스 데 아이마쇼. 이조 세븐틴노 정한でした. 바이바이. 아시타모 슈세키시테네. ジョハン先生ね、海外のエピソード話してくれたけど、やっぱすごいよ。そのお仕事の幅が。はいはいはい。あと全部エピソードがもう可愛らしい。いやいいね。ね、乳牛や古い建物を見たりしたっていうのも可愛いしさ。札幌ね。うん、アメリカであのホットドッグを食べようとしたらカモメに取られた。もう可愛い、本当。そんな一番最初に出てくるのよ。いろんな国に行ってるのに。 ワールドツアーもしてる。さあ、ジョハン先生、あの国の観光地でめちゃくちゃいいところでエネルギーもらったじゃなくて。そうそう。ホットドッグ相当食べたかったんだろうね、その時ね。もう忘れられないんだろうね、そのホットドッグがね。ポンで持ってかれたのがね。持ってかれたジョハンも可愛いよね、絶対ね。それも見たかった。言ってたんだろうね。